注意、新たなエージェント。部隊に加入。こちらベニテス隊長、リンカーントンネルの検問所に大至急応援を求む。クソ野郎どもが壁をぶち壊しに来た。水門を爆破されれば全てが水に沈む。警告、エージェントが部隊を離れようとしています。支援ができるよう、あなたを私たちの無線に組み込む。そいつはいい知らせだが、悪い知らせもたっぷりある。突破した奴らがトンネルの水門に爆薬を設置している。地獄に行こうが洪水を起こそうが、とにかく脱出する気だ。爆弾が爆発すればどっちになるかは分かるだろう。処理に部下を送る。援護を頼む。
かずに注意して。私はこれを解除する。帝国、敵が接近中。のためならいくらでも殺す連中だ。上へ来い、制御室で落ち合おう。何が残ってる？誰か知らないが、あえて嬉しいぜ。今はあんたを頼りにしたい。なぜなら大仕事が待っているからだ。
エージェント、お友達がこの先にスナイパーを配置してるみたい。注意して。脅威を排除したそうだな。俺も仲間もニューヨークも感謝感激だ。これから護衛と一緒に基地に戻るところだ。そこで話そう。よくやったエージェント。水門を爆破されていたら重要な供給線が失われていた。これでベニデスには警備棟に戻ってもらえる。そこで会いましょう。
ナーズ本部の場所が分かった。建設現場を作戦基地兼補給所として使ってる。金足地区を焼き尽くせるほどの火炎弾を作っていれば隠れられまい。ベニテス隊長が言いたいのは、そこに火炎弾製造設備があるということ。火炎弾がなければクリーナーズは対処しやすくなる。もちろん、ただ訪ねて電源を抜くわけにはいかない。親分のジョー・フェロというやつが人員の半分を用いて防御を固めている。任務を果たすには奴らを倒す必要がある。新たなエージェントが加わりました。注意、測定値によるとここは運び込んだところだ。警告、これよりセーフエリアを離れます。クリーナーズ本部の場所が分かった。建設現場を作戦基地兼補給所として使ってる。金足地区を焼き尽くせるほどの火炎弾を作っていれば隠れられまい。ベニテス隊長が言いたいのは、そこに火炎弾製造設備があるということ。火炎弾がなければクリーナーズは対処しやすくなる。もちろん、ただ訪ねて電源を抜くわけにはいかない。親分のジョー・フェロというやつが人員の半分を用いて防御を固めている。任務を果たすには奴らを倒す必要がある。
エージェント、クリーナーズは火災を起こし続け、それを全て消火するほどの人員はない。火炎弾の製造を止めなければ、強風が吹くだけで特別区全体が消し済みだ。問題なのは、主要製造施設が本部の中心にあることだ。そこに向かってくれ。設備を見つけ、停止し、再開できないようにしろ。つまりボスのジョーフェローを倒せってこと。生かせば同じことが繰り返される。火炎弾用のタンクとガソリンで溢れてるはずだ。タンクを見つけたら、何としてでも排除しろ。だからクリーナーズに持ち出されては困る。そいつの破壊力は嫌というほど分かっているからな。さあな、ワネット、仲間と外に出て防衛線を守れ。いや、いかない。
通知、爆発物確認、爆発準備完了。俺たちにはここから爆発が見えた。建物の中にまだ火炎弾用のタンクがあるだろう。まずそれに注意して、それからフェロに対処しろ。注意、付近に再生不能なエコーがあります。誰かの知らねえがよく聞け。前方
やめることもできた。だがここに残り金を燃やすことを選んだ。ここで食い止めるために自分を犠牲にしたのに、お前らが来て全てを台無しにしようとしている。なすべきことをなす勇気がないからだろう。うまくいきっこねえ。僕の連中はそんなもんじゃねえ。俺たちは目的を果たす。お前らを殺してな。もたもたするな。戦え。なぜこんなに時間がかかってんだ。悪い、タンクのストラップがなかなかうまくいかなくて。もう大丈夫だ。そう、遅えぞ。
か火遊びは危ねえぞとフェロに教えてやるべきだったな。ヤツを始末して火炎弾の供給源が断たれた今、クリーナーズは対処しやすくなる。たくさんの命を救ったんだ。本人たちは知る由もないがな。よくやった。警告、エージェントが部隊を離れようとしています。何があるのか誰も